佐賀桜マラソンは佐賀県佐賀市と神崎市で毎年春に開催されている市民参加型のマラソン大会日本陸上競技連盟公認大会佐賀市が最初に発足して100周年を迎えたのを記念し1989年に第1回大会を開催佐賀県総合運動場陸上競技場を発着点にハーフマラソン 10km 走 5km 走及びジョギングの4種目で実施。1997年にコースを全面変更した。2012年大会の開会式で当時県知事だった古川康氏が翌年のフルマラソン化を宣言。準備期間わずか1年というスピードで九州各県で唯一フルマラソン大会のなかった佐賀県初のフルマラソン大会となった。その際1 0トル走。 5km 走及びジョギングを廃止し、約 10km のファンランに切り替えられたが、こちらは陸連未公認コースとなっている。開催時期はフルマラソン化して、以降4月第1日用に行われてきたが、温暖化の影響で開催時期には桜が散ってしまったり、全国で フルマラソン大会が乱立する状況となったこともあり、2017年からは3月第3日曜に繰り上げられた。東京マラソンが2015年から導入したプログラムラマズワンによる定型大会となっていて、この大会で一定の成績を残した陸連登録選手は翌年の東京マラソンに準エリート枠で出場するための推薦資格を得る。2017年では、 福岡県に該当する同様の大会がなく、佐賀県では他に、鹿島優都クロードレースが大会として、この大会を主管する佐賀立教とともに提携関係にある。2020年の大会は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いランナーや、ボランティア、スタッフ、沿道の皆様の安全、安心を大事に、感染リスクを少しでも減らすため中止となった。 佐賀県総合運動場前の国道263号を南に向かってスタートし、佐賀城公園をめぐり再度国道263号に入り北上。佐賀県道48号佐賀外環状線を東に向かい、神崎市に入ると、吉野ヶ里歴史公園内を周回して精神。その後田布施川沿いを南に向かい、国道34号から、 佐賀県総合運動場陸上競技場をゴールとする。コース全体の高低差が10メートルほどしかない。国内屈指のフラットなコースが特徴で、乾燥率も比較的高い。制限時間6時間30分。フルマラソンのみ、佐賀県内のケーブルテレビに番組配信、インターネット接続支援を行う佐賀、デジタルネットワークが番組を制作し、出資。 回線接続する県内すべてのケーブルテレビが県民チャンネルで中継放送する。中継担当者はブンブンテレビ。そのため片県の市民マラソンと違い県内唯一の地上波テレビ局である佐賀テレビでは中継されていない。ありがとうございます。